障害者差別解消法が令和6年4月から改正されます。事業者の皆さん、障害者のお客様を迎える準備はできていますか？合理的配慮の実践は決して難しくはありません。この動画では、障害者が日常生活で直面する課題と事業主としての向き合い方を紹介します。一緒に共生社会の実現への一歩を踏み出しましょう。